imagine feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. 皆さんこんにちは。上位 20% の宿をご紹介、モグです。本日は宮城県にあるゆともりクラブさんに宿泊してまいりました。気になるお値段と口コミ評価数は動画の最後に発表いたします。チェックイン15時からチェックアウト11時、客室数51室、美と健康をテーマとする大人の森林温泉リゾートです。早速入ってみましょう。と入り口に可愛らしいものを発見してしまいました。コロコロとした松ぼっくり。思わぬ森からのプレゼントに一気に気持ちも高まります。中に入ると広々としたロビー。大勢で囲めるほどの暖炉にピアノ、そして天井まで広がる大きな窓からは季節を感じることができる自然を望むことができます。こちらがロビーとラウンジスペースになっております。それではチェックイン。どんぐりの鍵をもらいお部屋に向かいます。今回宿泊したお部屋は1階木漏れ日離れ館。お部屋に向かう最中にはスタイリッシュな喫煙コーナーにリラクゼーションスペース、奥にはダーツができるスペースや、なんとカラオケルームまで揃えられております。それぞれの共同スペースは予約不要ですが、利用時間が決まっているのと、ダーツ、ラケット、マイクなどはフロントで貸し出しされております。館内施設を通り抜けた先のこちらには大浴場と貸切露天風呂。後ほどご紹介させてください。こちらの中庭に出た先に離れのお部屋があります。離れ入り口に入るとアメニティスペースがありました。アメニティはお部屋には揃っておらず、ロビー近くにもアメニティスペースが設けられております。こちらではガウンも借りられたり、サイズに合ったスリッパまで選ぶことができます。それでは今回のお部屋103号室のご紹介です。まずは洗面台スペースから。先ほどお伝えしました通り、洗面台にアメニティはなく歯ブラシのみ置かれております。で、下にはドライヤー。洗面台左手の扉を開けるとお手洗いになります。ポップな雰囲気で可愛いですね。それでは気になるメインルームのご紹介です。和の趣も感じつつ、木のぬくもりでまとめられているお部屋。ベッドの上には館内着が置かれておりました。
そしてベッド真ん中のボックス、中にはなんと松ぼっくりのかけらでしょうか。こんなところにも森からのプレゼントがありました。小さなサプライズにほっこりです。もう一つのボックスはジュエリーボックス。意外とあるようでないものの一つなのでありがたいです。そしてこちらにコンセントがあり、下の方に電気のスイッチがありました。お次はベッドを背にしてこちら右側の棚、上段にはティッシュボックス、下には電話機とケトル、そしてお水とグラスです。こちらの計量カップは加湿器に入れる際に使えるもののようでした。下には持ち込んだものを入れれる空の冷蔵庫。お次はクローゼットのご紹介です。とても大きな広々としたクローゼット、中には毛布のように暖かい羽織、こちらは館内移動に使える床ご、中にはハンドタオルと足袋が入っておりました。お隣にはバスタオル、バスタオルの追加はフロントでいただけるそうです。こちらのボトルは消臭スプレー、下には金庫が置いてあります。続きましてリビングスペース、ソファーも背もたれが高めでおしゃれなデザインですね。ゆったり座ることができます。テレビの横にはお部屋の禁煙マーク、隅っこに加湿器が置いてあります。はい、お部屋のチェックを終えたのでロビーに遊びに行ってみましょう。先ほど通ってきた館内通路ではなく中庭を通り抜けてみたいと思います。少し進むとこちらにはハンモック、木々に囲まれた中でのハンモックは気持ちが良さそうですね。お次はその名も焚き火ガーデン、15時半から点火するみたいなので楽しみにしております。ゆともりクラブさんのコンセプトテーマはズバリ完璧なるオールインクルーシブ。ラウンジから始まり食堂でのアペリティーボ、ディナー、モーニング、すべてオールインクルーシブで好きなものを好きなだけいただくことができます。ということでロビー、まず最初はこちら手作りジェラート。宮城の名産を取り入れたジェラートや子供も大人も楽しめる味が一通り揃っております。もちろんこちらも無料でいただけるものですよ。私はおすすめのチョコレートとバターナッツ&チーズをチョイスさせていただきました。バターナッツのジェラートは食べやすい上に滑らかで、もうチーズ系が好きな方には本当におすすめです。そしてこちら午後カフェタイムのラウンジを見てみましょう。一発目からみんな大好きビール、2種類揃っていてボタン一つで泡までたっぷりのビールがいただけちゃうのは大興奮のポイント。ビールを暖炉の前や湯上がりでいただけちゃうのはありがたいですね。その他ラウンジにはフレッシュな果物から軽めのお菓子、コーヒーや紅茶も充実のラインナップでした。こちらで少し外を散歩してみましょう。ゆともりクラブさんの目の前に広がる森は約2万3000平米の広大なエリア。スタッフさん付き添いのお散歩もできたり、レンタサイクルなど心ゆくまで自然を楽しむことができます。四季を感じながら美味しい空気を吸えるのもリフレッシュには大事ですよね。お
お宿入り口近くでスタッフの方が野生の鳥さんへの餌やりを勧めてくださいました。慣れてるスタッフさんにはすぐに近づいてくるものの、見慣れない人間だとやはり警戒してなかなか来てくれないようで、じっと待ち続けて手に乗った餌を食べに来てくれた時は可愛くてキュンとしてしまいました。今回はたまたま鳥さんが遊びに来てくれていたのでできましたが、このタイミングに出会えるかどうかは運次第です。お宿入り口には椅子や日傘が借りられたり、お外に出る際のポンチョ、そして夜空を眺めるその名もミノムシウォッチングに使える寝袋も用意されておりました。続いては宿泊中のお食事がいただける欅食堂。この時間はアペリティーボといって、食前酒としての乾杯や軽いおつまみをいただくことができます。広々とした食堂にはスパークリングワインから始まり、好みに合わせられるカクテルコーナー、ビールもラウンジより種類が増えていたり、ワイン、日本酒、ソフトドリンクなどもこちらに揃えられておりました。軽食にはパンやお野菜、おつまみが用意されております。ディナー前なので食べ過ぎ注意ですね。と言いつつも、こちらラウンジ近くに15時半から17時半までいただけるスモアコーナー、こちらではピックと具材を持って焚き火ガーデンに向かいます。焦げちゃう前のギリギリのマシュマロを焼き上げるのが難しかったのですが、無事完成しました。まだ明るいうち、ディナー前に貸し切り温泉に行ってみようと思います。ゆともりクラブさんの貸し切り温泉は館内に2つ、今から向かう別館ヨガハウスに2つで、合計4つの貸し切り露天風呂を無料で楽しむことができます。利用時間は15時から22時、朝6時から10時、予約は不要ですが、空いてるかどうかはフロント近くのモニターで確認することができます。そしてこちらがヨガハウス、建物の中ではドリンクがセルフでいただくことができます。ヨガハウスの広いテラスでは毎朝7時からヨガを受けることができたり、ぽっかり空いてる2つの穴は下に降りることができ、瞑想ルームとして作られています。私は瞑想として使うことはできなかったんですが、結構こじんまりとした好きな空間だったので、ぜひ下に降りて見てみてください。ヨガハウスに入り、貸し切り温泉の札を取ってから温泉に向かいます。札が2つともない場合はどちらも空いてないということですね。今から入るところは貸し切り温泉丸、体を温めてまいります。温泉を出るとすっかり暗くなっていて、本館へ戻る道のライトアップもとっても綺麗でした。この後はお楽しみのディナータイムです。それでは欅食堂に向かいます。ディナーの時間は19時半から20時、メニューはコース料理のようなスタイルになっているものの、フリーオーダーで好きなものを好きなだけ選んでいただくことができます。入り口で札を取り、机の上にセッティング、食べ終わったら札を裏返しておくのを忘れずに。
ワインや日本酒、ソフトドリンクは夕方よりも充実した品揃え。こちらには体に優しそうなスープコーナー。食事のオーダー場所には人が並んでいてとってもにぎわっていますが、カウンターには見本も分かりやすく置かれているので迷うことはないかと思います。全部気になるメニューばかりです。私たちは一通りは食べてみたかったので片っ端から揃えてみました。お肉が柔らかくてとっても驚きました。美味しかったです。お気に入りのお皿は3皿くらいリピートしちゃったかな。デザートもいただき完食いたしました。欅食堂を出るとラウンジはバータイムになっていて、こちらにもお酒や軽いおつまみが置かれておりました。暖炉、ピアノが置いてあったフロアには人の集まりが。ゆともりクラブさんでは不定期開催で暖炉ライブというショータイムがあり、楽器の演奏やダンスなどを見て楽しむことができます。この日はシンギングリンというシンギングボールを使った演奏を鑑賞させていただきました。とっても素敵な時間でした。ありがとうございました。それでは寝る前の大浴場に向かいます。先ほどお話ししました通り、こちらにも2つ貸し切り温泉があります。貸し切り温泉はどこも洗い場やシャンプー類が置いてあるわけではないのでご注意ください。大浴場フロアの中心、こちらの螺旋階段を降りて貸し切り温泉にたどり着きます。こちらのフロアには他にも囲碁が置いてあったり、飲み物も充実。そしてこちらが大浴場男風呂で、反対側が女風呂ですね。温泉もあり、ゆったりくつろげるスペースと飲み物も揃えられていたら、ここだけでも満足してしまいそうです。温泉で体を温め、そろそろ就寝したいと思います。あー、お腹もいっぱいで本当に幸せに眠れそうです。おやすみなさい。おはようございます。朝の貸し切り温泉で目を覚まし、今から朝食に向かいたいと思います。時間は8時から9時半。ディナー同様フリーオーダースタイルです。焼きたてのパンたちが並び、蔵王の牛乳やフレッシュなジュース、こちらでは注文してスムージードリンクがいただけます。朝も朝で気になるメニューを一通り揃えていただきます。朝食後のんびりとお庭を歩いているだけで気持ちが安らぎます。ここまで散策スポットが広く気持ちがいいと、他の季節の時期も遊びに来てみたくなりますよね。はい、ということでそろそろチェックアウトの時間です。蔵王の森が作る美と健康の温泉宿、ゆともりクラブさん、いかがでしたでしょうか。私が過去宿泊した中でも充実度高いお宿で、それぞれ自分なりの楽しみ方を見つけられる自由なお宿だと感じました。一度行くだけでは全部を体験することはできないので、また次も来たいと思っちゃいますよね。私個人的にもリピートしたいお宿としてまた伺いたいと思います。気になる口コミ評価数とお値段はこちら。